JR, JR, JR は日本国有鉄道、国鉄の分割民営化により発足した北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道、九州旅客鉄道、日本貨物鉄道以上の鉄道事業者を中心とした企業群の総称である。また、企業群における 個別の会社に対する略称、通称、例、JR 東日本としても用いられる。1987年、昭和62年4月1日に、国鉄から地域、または分野別に事業を継承した十二、その後、合併等によって数は変化しているの法人で構成されている。国鉄の A 文字略称が JNR、 ジャパニーズ・ナショナル・レイル・ウェイズであったことから、国有を表す N を除いて、JR とした、と説明されることもあるが、実際には、NR、N は、日本イコール日本、日本の頭文字などの案も検討されていた。各事業者、法人の総称としては、JR グループとも呼ばれるが、このグループは、おおむね以下の三種に分類される、独自の資本体制に依拠した法人の総称で、 事故、民営化から現在までの状況も、参照、なおかつ資本体制にかかわらず経営はそれぞれ独立しており、グループを代表して各社を統括する持ち株会社及び統括会社は存在しない。類似事例として持ち株会社設立解禁後に日本道路公団より民営化されて発足した高速道路会社主要3社を含む NEXCO。 グループ各社間でも同じくグループ全体を統括する会社は存在していない。発足当初は会社相互間の株式持ち合い関係も存在しなかったが、後に純粋民間会社となった4社の間ではわずか、保有割合は1%未満ながら持ち合いが行われている。このような分散的なグループ体制に起因して営業施策や経営戦略等において、 各社の独自性が極めて強いのが特徴であるが、一方で、旧国鉄から引き継いだ鉄道ネットワークの一体性にも、利用客へ、利便性という観点から、ある程度配慮されている。2社以上の JR 営業エリアにまたがる列車の、相互乗り入れ、運賃、乗車券制度の事実上の共通化、観光振興、国鉄時代から続く、デスティネーションキンペーン。 震災のような大規模災害時の復旧要因派遣といった様々な分野で広域的な連携、協調、協力体制も構築している。JR グループには6つの旅客事業会社と1つの貨物事業会社、鉄道の研究機関、公益財団法人やコンピュータシステムを担当する会社があり、旅客鉄道株式会社及び 日本貨物鉄道株式会社に関する法律、JR 会社法を設立根拠とする会社と対象外の会社が混在している。そのうち旅客事業を担当する会社は、それぞれ JR バスや JR ホテルグループに属する会社のほか、駅ビルや飲食店などを運営する各種市会社、関連会社を参加に収めている。また、JR 貨物に関しても、 臨海鉄道会社や物流会社などを参加に収めている。JR 系の社員の健康組合は、おおむね、JR グループ健康保険組合の加入となる。JR の駅などに掲示される、デスティネーションキャンペーンや青春18切符のポスター、そして交通新聞社発行の JR 時刻表には、JR グループのロゴが使用されている。ただし、この場合の JR グループは、 旅客鉄道各社を意味し、貨物、送検、システムは含まれない。ただし、2017年12月に実施予定である、国鉄ミニエーカ30周年記念ツアーの企画には、新大特急、カシオペアを牽引する機関車を提供する形で、JR 貨物も参加している。JR 東日本、東海、西日本、九州が、鉄道ノウハウ、 とりわけ高速鉄道の国際進出を目的に一般社団法人国際高速鉄道協会アイラを平成26年4月1日東京都港区に設立した。こちらは出資した JR 大手4社のほか JR 総研、さらに JR 方式の高速鉄道を採用した台湾高速鉄道なども会員としている。 JR グループ各所参加の吹奏楽団が加盟する。JR グループ音楽連盟は、JR 北海道音楽クラブ、キュー部中、JR 東日本吹奏楽連盟、JR 東日本東北吹奏楽団、JR 東日本東京吹奏楽団、JR 東海音楽クラブ、JR 西日本バンド連盟、JR 四国吹奏楽部、JR 九州吹奏楽団が会員。 2016年11月から定期演奏会を開始した。各楽団は国鉄時代からの各管理局ごとの吹奏楽団が前身、JR グループ各社は日本国有鉄道改革法昭和61年12月4日法律第88号第6条第2項、旅客会社第8条第2項、貨物会社の規定により 1987年4月1日に発足した。運営等については、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律、JR 会社法に定められた。JR という故障は、同年2月20日に決められたものである。JR 発足当初は、国鉄から移行した日本国有鉄道生産事業団が全株式を保有する特殊会社であった。 なお、同事業団解散に伴い九百九十八年十月二十二日以降日本、鉄道建設公団国鉄生産事業本部、二千三年十月一日以降、独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構が株式を継承した。二千一年六月二十七日に JR 会社法が改正され、本州の旅客三社、JR 東日本、 JR 東海、JR 西日本が同法の対象から外され、純粋民間会社、一口会社化が実現した。それに伴い、一部経営に関する部分の認可制から解放され、いわゆる普通の会社になったが、その一方で国鉄改革趣旨に則っ,った事業運営が行われるよう、本州三社が配慮すべき指針の公表、事業経営への指導及び助言。 韓国及び命令を国土交通大臣が行うことができる旨が改正不足に明記された。その後、本州3社の株式については順次民間への売却が行われ、2002年6月には JR 東日本、2004年3月には JR 西日本、2006年4月には JR 東海の全株式の売却が完了し、上場している本州3社は、 名実ともに完全民営化が実現した。一方、いわゆる三島会社と呼ばれる、本州以外の旅客三社、JR 北海道、JR 四国、JR 九州及び、JR 貨物は、独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構、鉄道運輸機構が、全株式を有する特殊会社であり、また、元々採算の厳しい路線が多く、 経営努力だけでは限界があることが当初より想定されていたため、固定資産税の減免及び、三島会社に関しては、経営安定基金の運、主に鉄道を建設、運輸施設整備支援機構への高金利による貸し付けであり、実質的な補助金により損失補填しているが、バブル崩壊以降は低金利状態の基金運用が続いている統計環境は厳しい状にあった。 2015年6月10日に JR 会社法が改正され、2016年4月1日より JR 九州が同法の適用から除外された。これにより同社は法令上は特殊会社から民間会社に移行した。同社の株式は2016年10月25日に東京証券取引所に上場、鉄道運輸機構が保有していた同社の株式はすべて売却された。 これにより、同社は、経営が厳しいと見られていた三島会社からは初めて、官民営化を果たすこととなった。なお、同社の経営安定基金の取り扱いについては、借入金の返済や新幹線設備使用料の一括、前払いなどに充てられ、国庫に返納せずに全て取り崩された。固定資産税の軽減措置は改正。JR 会社法の施行から3年後の2019年度に、 廃止される予定である。なお2016年時点で、その他三社、北海道、四国、貨物については依然として厳しい経営状況が続いており、上場や民間への株式売却の目途は立っていない。一鉄の字について、ロゴ文字に限り、金編に弓矢の矢という字を採用した。JR 四国を除き、JR グループでは各社とも、社名ロゴに、 金辺に、や、本来は、矢尻の意を使用している。これは、金を失うにつながる、鉄の字を避けるための原活義であり、背景には、JR は、国鉄の赤字が原因で発足したという経緯がある。かつては、近畿日本鉄道等にも、同様の例があった。JR グループにおける各社の略称は、分割民営化前の国鉄時代に原案が作られて、おり、 それらをもとに決定され、1987年2月20日に発表された。1987年4月1日の新体制の発足に際し、故障としての JR グループ、JR を全面に押し出した結果、JR の定着はスムーズに進んだ。JR グループにおける各社のコーポレートカラーは、分割民営化前の国鉄時代に原案が作られており、 それらをもとに決定され、1987年2月20日に発表された。JR マークなどのロゴデザインは、1964年、東京オリンピックポスター、トヨタロゴ、アサヒビールロゴ等を考案した日本デザインセンターが制作した。JR マークは、鉄道車両は両方向に進行することが可能である。ため、どちらに動いても違和感のないように作られている。 高速走行時の視認性も考慮され、太くて横に広がるシンプルな一筆書き、レールはつながっているの形状には、スピード感も込められている。また、新会社の安定感を作り出すために、R の斜めの支えを加えることで、大地に根を張るイメージが付与されている。JR マークは、わずかな例外を除き、各社の鉄道車両に掲出されている。電車や、 機動車については制御車の側面、稀に前面部分、機関車の側面、客車では、緩急車の側面などにこのマークがある。民営化当初、各社は、車体の色合いに合わせて、白色、黒色、または灰色といった、無彩色の JR マークを掲出していたが、JR 九州だけは一貫して、コーポレートカラーである赤色の JR マークを、掲出してを、 303系と713系を除く ED76EF81 など、車体が赤色である、交流用及び交流直流量用電気機関車については赤字に白い縁取りを加えた JR マークを使用した。その後、現在に至るまでに様々な色の JR マークが車両に掲出されている。なお、JR マークは、 JR という故障で1999年12月3日に商標登録が完了している。各社ごとにロゴが商標登録されており、各 JR 旅客各社のロゴは全旅客各社が共同で権利を申請し、所有している模様。また、JR 貨物では JR マークの下にフレートの文字を加えたロゴや、近年では独自の JRF マークを制定している。 所有するコンテナや機関車に使用しており、こちらも商標登録されている。1986年11月28日に参議院本会議で国鉄改革関連八法が可決成立したことに伴い、新会社のマークと社名ロゴにコーポレートカラーなど、新会社が必要とするデザイン課題が国鉄プロジェクト地位と電通との間で話し合われていた。 その制作にふさわしいクリエイターということで、日本デザインセンターにデザイン制作依頼が舞い込み、チーフディレクターのカジユスケを中心としたプロジェクトオムが立ち上げられた。マークのデザイン案は JR グループまたは NR グループで、それ以外にも幅の広いデザイン案が求められた。各デザイナーによって起こされたデザインは100案以上を超え、JR、NR を 片切ったもの、レールの頭文字、R をデザインしたもの、6つの旅客会社のレールをデザインしたもの、レールを鳥が羽ばたくイメージで表現したものなど多様なアプローチが提案されたが、1987年1月14日にはサガン,ンに絞られた。国鉄総裁の杉浦隆也は、そのサガン,ンを自宅に持ち帰って3日間考え抜いた末、新会社グループの JR を最もシンプルに、 デザインしたものに決定し、最終的には長井和正の監修を受けて完成した。デザインが決定してから民営化までは2ヶ月半しかなく、7社の社名ロゴ及び各社からアプリケーションの開発、マニュアル制作、記者発表用キット、各社の切符など膨大な制作物をこの期間で仕上げることが求められた。国鉄では民営化初日の4月1日に、 特急の一部と山手線だけにでも JR マークをつけた車両を走らせたいと考えていた。日本デザインセンターは民営化の初日から全国の列車の機関車と運転台付き車両にマーク展開することを提案。全国で約1万両に及ぶ多彩な形式の車両ごとにデザインを起こし、3月31日の最終列車から翌4月1日始発までの間に職員の手で JR マークを重複するという計画だった。そのために誰にでも短時間で作業できるよう工夫した JR マーク車両貼り付け指示書が制作された。この指示書は110ページに及ぶものだったが、時間が切迫していたため、図面の指示は山本洋二による手書きだった。5おさむき